タフブック CF-30 タフブックとはパナソニックが発売するノートパソコンのシリーズ名。このブランドは日本国内ではタフネス性能を重視したモデルのみに使われるがレッドスノットの輸出名としても使われる。1996年に初代が発売。その名の通り極限環境でも動させることが最大のセールスポイント。 アメリカ国防総省が米軍への納入品に対し要求する企画の一つであるミル STD-810 回に準拠した対衝撃、対振動性能を備えていることを売りにしている。アメリカ合衆国では軍が採用したりパトカーの大半に積まれているのは大変有名な話であり、最近では日本でも警察、消防、自衛隊、 あるいはロードサービス業などで採用が増えているなど、フィールドワーク向けのオート PC 市場ではトップシェアを誇る。フリーラグドあるいはセミラグドラップトップスと呼ばれる市場は規模が小さく、かつては世界的に見ても大手 PC メーカーの中で同種の製品を手掛ける企業は同社と NEC ほどしか存在しなかったこともタフブックの市場独占に拍車をかけた。ただ、 2007年にデルがラピチュード XFR、ラピチュード ATG を発売したほか、2008年にはモトローラが ML910 ラグドノートブックを発売、ヒューレットパッカードもエリートブックにラグドモデルを設定するなど、近年とメーカーも同分野に相次いで参入している。その頑丈さは本製品の発表会では必ず行われる耐久イベントで如実に示される。 1 0 0センチメートル程度の高さから、コンクリートの床に落とす、水をかける、数十キロの荷重をかける、金属棒で、液晶画面を強くつつく、などのテスト下でも動作し続けるか、正常動作ができない場合でもデータが保護される。また、広い温度変化にも対応しており、あらかじめ HDD を自動予熱する機構を備え、マイナス20度の低温環境下でも起動、動作する。 これらの思想は、同社の他の携帯機器にも受け継がれており、タフパドは 120cm の耐落下性能と IP65 準拠の防塵・防滴性能を持ち、一般向けノートパソコンである、レッド・スノットシリーズにも耐落下、耐圧迫関連を中心にフィードバックされている。これほどの仕様であるがゆえ、価格は最低モデルでも30万円台と高額である。 この価格設定は、警察、消防、軍事系などが主要ユーザーであることも影響している。また、ビジネスモバイルとして、高価格帯の機種と比較すると、CPU とチップセットなどは見劣りする。ただし最新モデルでは、レッドスノット等と同じインテルコア i5B Pro、プロセッサーを採用しており、性能差は縮まっている。また、 2016年3月に発売された CF-20 では本体重量約 1.76kg 厚さ約 33.5mm と堅牢性に加えて軽量化薄型化も実現されているアメリカなど日本以外ではレッドスノットにもタフブックの故障が用いられている例えば国内向けのレッドスノット W8 は北米向けではタフブック W8 となる ノートパソコンという呼び方は和製英語であり、英語圏ではラップトップと呼ばれるため、ノートという故障が製品を類推しづらい恐れがあり、名称変更がなされたと思われる。星印は海外向けモデル2017年1月現在、販売中のラインナップは以下の通り、ありがとうございます。